こんにちは。格安SIMの IIJmio が4月1日から新プラン、2月プランをスタートすると発表しました。その内容なんですけれども、格安SIM会社としてはかなり思い切ったものになっています。発表によると、もともと6月にスタートする予定のプランを前倒しして4月に始めたそうです。やはり大手キャリアや楽天モバイル、そして他の格安SIM会社の動きを見て、早くプランを発表しないと出遅れてしまうという期間があったのではないでしょうか。本日は IIJmio の新プランについてお伝えしたいと思います。まずは IIJmio の新プランのお知らせ、そして次に新プランのサイトを見ていきたいと思います。こちらの動画をご覧ください。こちらは IIJmio のお知らせになります。では見ていきましょう。2021年の2月24日、株式会社インターネットイニシアティブ。シンプルで自由度の高い新プラン、IIJmio モバイルサービスギガプランを提供開始。受付開始日、2021年の4月1日。サービス概要。ギガプランは2481520ギガの5つの容量から選べるプランをどの容量でもお得な月額料金でご利用いただけるサービスで NTT ドコモも au もの回線に加えて IIJ のフル MVNO 基盤で提供する eSIM もお選びいただけます。一つの契約で最大10回線まで利用でき、同一契約内のギガプラン回線であれば容量や SIM の機能に関わらずデータ容量のシェアが可能です。お客様はご自身の生活スタイルに合わせて回線やデータ容量を選択し、これまで以上にお得な料金で無駄なく自由にモバイルサービスをお使いいただけます。基本使用、月額基本料金ですね。こちらになっています。SIM 機能としては音声 SIM ですね。あとは SMS 機能付きの SIM、データ通信専用の SIM、eSIM ですね。eSIM は NTT ドコモ網のみですね。プラン容量ですけれども、2ギガ、4ギガ、8ギガ、15ギガ、20ギガになっています。音声 SIM はですね、2ギガで780円ですね。かなり安くなっています。また eSIM ですね。eSIM が用意されてまして、2ギガだと400円ですね。かなり安いですね。そして20ギガだと1500円となっていますんで、他社のですね、プランよりかなり安いですね。そして、使用ですけども、料金が初期費用3000円と、あと SIM 発行手数料、あとユニバーサルサービス料と音声通話料ですね。音声通話料に関しては、国内通話の場合は30秒20円ですね。同一契約メイン間だと30秒16円ですね。あと、ミオフォンダイヤルっていう、これはアプリなんですけども、これを使うと半額になるよということですね。あと、ミオ割っていうのが用意されてまして、IIJmio 光とセットご契約で、月600円を割引するということですね。これもかなりでかいですね。そしてデータ通信ですね。データ容量の繰り越しが可能。余ったデータ容量の翌月への繰り越しが可能ですね。あとは先ほど言ったデータ容量シェアですね。最大10回線までの容量シェアが可能と。あとデータ容量プレゼントということで、同一契約内のギガプラン回線へのデータ容量移行が可能です。あと通信速度ですね、切り替えが可能です。高速通信と低速通信の切り替えが可能になりますね。これもいいですね。あとギガプラン専用のですね、追加データ容量ですけども、1GB 200円となっています。あとですね、利用可能なオプションとして、通話定額オプションがありますね。通話定額ですね、何分かけ放題とかいうやつですね。それとあとモバイルオプション。これはセキュリティ対策アプリや留守電などのオプションサービスですね。あと 5G ですね。5G にも対応しますね。それもオプションになってます。提供回線ですけども、タイプ D。これは NTT ドコモの LTE3G も、タイプ A、au の 4G LTE も、あとは IIJ のフル MVNO サービスですね。これは eSIM の場合ですね。で、専用アプリとして、ギガプラン会員専用のアプリも提供されるということです。あと、こちらに申し込み方法ですね。これは、IIJmio のウェブサイト、もしくは家電量販店、コンビニ等ですね。で、パッケージを購入いただき、ウェブサイトで契約っていうのが可能です。あと、既存プランからギガプランへの変更ですね。これも可能になってますね。後ほど説明したいと思います。あと、IIJmio 契約者限定の先行エントリーキャンペーンですね。これも開催されますね。これはですね、IIJmio のモバイルサービスをすでにご利用中の方限定なんですけども、先行エントリーキャンペーンというのを実施しますね。これが期間が、1がエントリー、2021年3月1日から3月31日までですね。で、変更手続きが4月1日から5月30日までとなっていまして、エントリー時点で、IIJmio モバイルサービスの音声機能付き SIM をご利用中、もしくは新規契約の申し込みが完了しているお客様に対して、適用されるということです。キャンペーン期間中に専用サイトでエントリーいただき、ギアプラン販売開始後5月30日までに変更手続きを完了されたお客様に2000円分の選べる e ギフトをプレゼントしますとなっています。以上です。こちらは IIJmio のですね、新プランを紹介しているサイトになります。誰でも契約条件なしでずーっとお得。月々780円から4月1日木曜日スタート。シンプル&自由がこれからのスタンダード。IIJmio モバイルサービスギガプラン。先行エントリーキャンペーン開催。2000円分のギフト券プレゼントとなっていますね。2ギガから20ギガまでのどのプランもお得。さらに 5G も無料となっています。音声と SMS とデータと eSIM ですね、それぞれあります。さらに IIJmio 光とセットなら毎月600円も割引となっています。見終わりですね。選べる自由な組み合わせ。使いたい機能に応じて SIM の機能とデータ量を自由に組み合わせ。回線もドコモも au もから選択可能。SIM の機能はこちらに書いてありますね。音声 SIM ですね。音声通話と SMS 送受信とデータ通信が可能。あとは SMS。これは SMS 送受信とデータ通信可能で、アプリ登録の認証が簡単にできると。あとは、データのみですね。データのみのタイプですね。これは SMS なしですね。これはタイプ D のみですけども、モバイルルーターなんかに使えるよと。それでデータ通信だけですね。あとは eSIM ですね。最新 iPhone を使うなら、これが使えますね。データ通信のみです。データ量は2ギガ。節約したい方におすすめ。4ギガは平均的なスマホ利用の方に。8ギガ。ネットやゲームをよく使う方に。15ギガ。動画をよく視聴する方に。20ギガ。データ量を気にせず使いたい方に。となります。データ量を無駄なく使えるということで、余ったデータ量は無駄なく翌月繰り越しが可能となっています。そして、機能やデータ量が違ってもデータ支援は可能ということで、このようにですね、4人で使った場合ですね、全員で例えば、このように 20GB みんな利用できると。まあ、これはですね、家族向けって感じですよね。家族で使う場合にお得になりますね。シンプルな料金設定。1回線からお得。ずっと同じ料金。MNP 転出料なし。契約解除料なし。これはいいですね。まあ、2年縛りなどはないってことですね。あと、5G が無料ですね。5G と 4G の通信のオンオフが切り替え可能です。これは6月からになっています。すでに IIJmio をご利用中の方へ、すでにご利用中のお客様は4月1日よりオンラインでギガプランへ変更を受け付けます。手数料は無料になっていますね。そして先行エントリーキャンペーン開催3月1日から、ミニアムスタートプラン、ライトスタートプラン、ファミリーシェアプラン、携帯プランにて、音声回線を利用中の方がギガプランへ変更した場合にギフト券をプレゼントをしますとなっています。エントリー必須で音声 SIM のみ。SIM カードの差し替え不要、手数料無料、SIM カード、電話番号もそのままギガプランへプラン変更できますとなっていますね。あと料金表ですけども、初期費用は3000円かかりますね。ただしこれ、あれですね、すでに IIJmio のモバイルサービスを利用中の方は、初期費用は発生しないということです。あと月額料金ですね、このようになっています。基本仕様がこちらに書いてありますね。提供回線はドコモもタイプ D と au もタイプ A ですね。SIM カードは1枚。SIM プロファイル、本プランでは SIM カード、SIM プロファイルは追加できないということになります。タイプ D の場合は、NTT ドコモ LTE3G 網に対応した SIM カードを提供。タイプ A の場合は au の 4G LTE 網に対応した SIM カードを提供。eSIM の場合は NTT ドコモの LTE3G 網に対応した SIM プロファイルを提供になってますね。データ容量は2ギガプラン、4ギガプラン、8ギガプラン、15ギガプラン、20ギガプランの5つですね。有効期限はデータ容量が付与された月の翌月末日までです。利用開始月の目、日割りでの付与となります。データ容量超過後の通信速度は最大 300kbps ですね。通信規制に関しては、最直近3日あたりの低速通信利用で 366MB 超過時は速度規制がかかるということです。音声契約条件は、期間拘束条件なし、音声通話機能解除、調停金0円、MNP 手数料0円。最低利用期間は、利用開始月の翌月末日までです。プラン変更は無料ですね。あとはデータ容量シェア機能ですけども、これも無料ですね。2021年6月以降提供予定となっています。あとはデータ容量プレゼント機能、これも2021年の6月以降提供予定ですけども、これも無料ですね。あとは 5G オプションも無料。これも2021年の6月以降ですね。で、ギガプラン専用の追加データ量。これは1ギガ200円ですけども、これも2021年6月提供ですね。あとはギガプラン会員専用アプリも2021年6月以降提供予定となっています。これも無料ですね。これですね、6月となっているのは、もともと当初からですね、6月からこういうサービスをですね、やろうと思ってたってことだと思いますね。あと、こちらに注意事項が書かれています。新規お申し込み簡単。ご自宅で簡単に手続き完了。ステップ1、お申し込み前に下記をご用意ください。必要なのは本人名義のクレジットカードと、インターネット環境と、パソコンなど。あとはメールアドレスですね。あとはステップ2、ウェブでの申し込み。ギガプランのお申し込みは2021年4月1日10時より受付開始となっています。ステップ3、SIM 到着後設定ご利用開始。お申し込み内容に不備がない場合、最短3から4日程度でお届けしますとなっていますね。あと、取扱い店舗なんですけども、ネットでも可能なんですけども、こちらのですね、お店でも取り扱っているということですね。あとこちらによくある質問ですね。書かれています。以上です。いかがでしたでしょうか。老舗の格安SIM IIJmio。安心感があるけど、今一つパッとしないイメージで、料金も高くはないが安くもない。特徴がないって感じでした。でも、今回の新プランはかなり思い切ったなって感じがしますね。その一つが音声 SIM の最安プラン、2ギガで780円。これだけでも私は乗り換えたいって思ってしまいました。ただ、1GB で500円ならもっといいんですけどね。なぜなら、2GB だと私の使い方の場合余ってしまうんですよね。さらに、ドコモ回線のみですけれども、データ通信専用の eSIM のプランがかなり安いです。20GB で1500円。楽天回線と組み合わせれば音声通話が無料。そして 20GB で1500円。これで、利用できます。特に iPhone の利用者にはいいんじゃないでしょうかね。また、音声通話が半額になるアプリ、ミオフォンダイヤルを使えば通話料は半額。さらに、音声通話を良くする人向けの通話定額オプションもつけることが可能です。もっとこうなればいいなーっていうところもあるんですけれども、多くの人にとっては魅力的なプランになっている。このように思いました。ただ、IIJmio は格安SIMですので、通信速度が遅くなる時間帯があります。例えば、昼時とか、通勤時間帯とか。ですので、高速通信をいつでも望む人は、大手キャリアか、大手キャリアのサブブランドのプランの方がいいと思います。さて、私は現在、OCN モバイル1と契約してるんですけども、未だに OCN モバイル1からは新プランの発表はありません。OCN モバイル1は現在他社の動向を見極めて新プランを検討しているみたいで、3月に発表があると Twitter で告知がされていました。個人的には OCN モバイル1や他の格安SIMの動向次第ですけれども、今契約している OCN モバイル LAN から IIJmio に MNP するかもしれません。まだ新プランを出してなくて、シェア率の大きい格安 SIM は他にはイオンモバイル、DMM モバイルぐらいでしょうかね。これら以外の格安 SIM はシェア率が低いために料金の値下げは厳しい可能性がありますね。さて、どうなるんでしょう。あなたは今回の IIJmio の新プランについてどう思ったでしょうか。動画はこれでおしまいです。ご視聴ありがとうございました。